今世界で大きな関心を呼んでいるのがこの2人11月にアメリカで開かれる国際会議で米中首脳が会談をするかが焦点となっていますそれを睨んでかここに来て各国の外交が慌ただしく動き出しましたそれぞれの思惑が複雑に絡む中今後米中関係はどのように進んでいくのかを読み解いていきます 最近の米中関係ちょっとこちらでおさらいをします中国との関係安定に向けて対応を維持したいのアメリカですねで、去年の11月バイデン大統領はインドネシアで習近平国家主席と初の対面会談を行いましたで、これで米中関係雪解けに向かうかと思われたんですが今年2月中国の偵察気球がアメリカ上空を飛行し米軍が撃墜ブリンケン国務長官の訪中が延期されました でその4ヶ月後の6月、ブリンケン氏の訪中実現するんですが、あの写真右下のようにですね、あの会談では習近平氏が上座に座るなど、この礼遇ぶりというのも話題になりました。その後もアメリカは交換を相次いで中国訪問させるなど、11月にサンフランシスコで開く APEC の場での米中首脳会談を模索しているということなんですね。うん はい、トランプ政権時代に結構中国とアメリカはかなりがありましてバイデン政権になったら少しよくなるのかなと思ったらそうでもなくてしかし今年はです、ね、どちらかというと、まあ、昨年の11月の,この会談なんかを皮切りに少し軟化してですね、はいはい なんかその環境を調整するのかなと思いましたが、<え>もう９月ですけど、ね、あまりそうなってませんね。アメリカはなんとかあの外交の表面的にもですね、あのなんかの形で首脳会談まで持っていきたいというのはずっと思ってるわけですよね。うん、で、G20 で習近平氏が来なかったので実現しませんでしたし、で、１１月こそはというふうに思っていると思います。で、来年になると本当に大統領選挙でわさわさしてしまいますので、早いところそういったその対話 ができるんだとそして、そのパイプは一度作ったらその後もやり取りができるようにしておきたいという思いはもう山々なんですけれどもここはどうしても中国次第ですよねどんなにアメリカがアプローチしようとしても中国が、まあ、APEC で来るのか首脳会談に応じるのか、はい、それをするとしたらどんな条件が習近平さんに必要なのかというところもあの考えなければいけないし。それででで話ししたんでしょうねそうですねす中国側として なで、はなんとかこう中国に有利な条件をつけてであのこう,うまい具合に首脳会談にしても何にしても運びたいという思惑があるのかもしれません最終的に本当に実現するかどうか首脳会談が実現するかどうかはある意味、中国、習近平氏の状況次第だと思いますところがあれだけ経済が悪いですし国内,国内政治がどうなるかというところが心配なところですよね。 そのあの先ほど中林さんもおっしゃっていた最近欠席が相次いでいるというのもあってそれもちょっと見ていただきたいんですけれども8月のブリックス首脳会議では習近平氏、参加はしていたんですけれども初日のビジネス会合を欠席で毎年欠かさず参加していた G20 首脳会議も欠席で今日から行われている国連総会ここ数年毎年参加していた王毅外相が欠席ということで。 近藤さんの何がこう中国で起きているのでまずです、ね、その一番上のブリックスですね、はいあの、これは私もずっと注視してたんですけど、これ、24日に終わったんですね、はい、でそれから習近平主席はです、ねあの、直接北京に戻らずにあの、新疆ウイグル自治区のウルムチに立ち寄ってるんですよ。 それでものすごく強烈な演説をしましてね、でまあ引き締めですねをやってるんですね。ということはその新疆ウイグルでもしかしたら何らかのですねまあ暴動とか何かが起こったのかもわかんないですね。まあ発表はしてないんですけど、でそれをそのやっぱりその中国としてはアメリカがバックにいるというこう防略視観で見てるので、そのそういうふうに考えてると思うんですよ。でその可能性があるということですね。それからその G20 欠席というのはこのちょうどですねその李小福というですねあの防衛省がえちょうどこの出なく なった頃にななるわけですねなので、その,あの国防省をめぐるですねごたごたがあってですねあの内あの外交は内戦の延長ですからあのとても今、外に出られる状況がないということで出なかった可能性があるとで、まあ、それから国連総会に関してはですねやっぱりその今はですねこういったところにそのあの、まあ、あの副主席を出してですね、まあ、一応、形は保ってそれでまあ実質の外交は実質で他にやろうという狙いなんだろうという,ふうに思います。 お答えにくいのかもしれません、ええ、急に行っているので経済会合を欠席したり、はい、なんか健康不安説とかですね、はい、もしくはインドなんていうのは、はい、習近平さんを特別扱いにしてすごい持ち上げるわけじゃないので、はいはい、居心地悪いから来ないとか、はい、あと今おっしゃったのはい、まあ内情、まあはい、中国国内の問題もある。はいはいはい どちらかと,うと中国国内の問題が大きいと,いうだと思いますね。あの健康問題はまずですね。あの一時あの習近平主席の健康問題言われたことはありましたけど、2019年春ごろですね。はい、あのそれ以降は全くこう噂にも出てきてない状況ですね。はい、えそれからそのあのやっぱりそのインドとのライバル意識というのは確かにあると思うんですけども、あのそれによってですね行かないということはないと思うんですね。はい、あのもとね重視してたね。そうなんです。でね、そうなんです,よんですよ。ブリックスではあのモディ首相とその立ち話ですか、ね。 ね、しておりますしあの、まあ、一応、ライバルではあるんですけどそこだから行かないというのはちょっと大人げないので、うん、やっぱり内政で何か起こったということを見るべきではないかと思います、うん、10月には一帯一路の、ね、国際会議が、ねはい、3回目のそ,です開かれるそこにプーチン氏を、ね、呼ぶのではないかとやるとしたら当然プーチン大統領来ると思います。えーはい そうすると、またそこで何か話が進む可能性ってありましたね。やっぱりトップ同士の会談って重要だとうう。そうなんですよね。あの三月二十日に、そのロシアに行った時もですね。うん、あの二人きりでも五時間以上話してるんですね。うん、なので、やっぱりいろいろこのあると、特にそのロシアとしてはですね。あの北朝鮮がもう。あの完全にロシアについてくれたということで、これで中国を味方につければ、もうウクライナ戦争。自分たちは勝利できるという確信があると思うんですね。で、なんとかその北朝鮮のようにロシアを。こう味方につけていきたいというところがあって。うん 中国としてはまあそれを脅しに使いながらアメリカと交渉していくというのが今やっていることなんじゃないかと思す、ねうん、習近平氏があのアメリカ陰謀説で,でいろいろな、ね、ことを考えるのに凝り固まっているということですもプーチン氏と会えばさらにそれを い,るい,ういやいや、おっしゃるとおりなんですよあの、一説によると、秦剛外相の一件というのは、プーチン大統領が教えたという説があるんですよ、1か月消息不明のあと、解任された秦剛氏ですこれ、今ちょっとあの中国の動きですね、まあ、いずれもなんかよく分からないんですけど、外務大臣と国防大臣がまあちょっと行方が不明になったり、はい、こう解任される事実上ですね。はいはい あとこれもそうですけどこのロケット分に関してはそのやっぱりアメリカに情報が漏れていたということですねあ<ー>あの去年あの8月2日にペロシ下院議長が台湾に行った時に中国がこう演習脅しで演習をやったわけですけどもこの模様がです、ね、全部アメリカに筒抜けになっていたということからその疑惑が始まったという,ふうに聞いてますけどね。中林さんねあ アメリカと中国はもうバチバチいろんなことをやり合っているわけですねそのスパイ的なものもの含めてですね、はい、で経済的な対立や制裁なども含めてそ,、ね、これそれは続いていくんじゃないかと思われます,ですね。ですからはい まあ両国ともにちょっと関係を良くしようと思ってもこういうなんか個別のものがいろいろ出てきて,るっている、ねね、三元外交をやってますからあの外,交外務省がやる外交と諜報機関がやる外交と軍隊がやる外交お互い三元でやってますのでいくら外,交外務省同士がですが、ね、握手をしてもこの下の2つがばちばちやってる限りはです、ね、なかなか関係は改善していかないと思います、ね、近藤さん、先ほどちょっと教えていただいたんですけどこれ何ですか国家安全保障というのは。 アメリカの CIA みたいな機関、ね、あそうですあの国家安全部、国家安全省、ね、なんですけどこれまでこの影に隠れていたです、ね、あの中国21の省があるんですけどたった一つだけホームページもないというですねどこにあるかも明かされてないというところアメリカの, C 的なもの CIA プラス FBI ですね<ー>強力な機関なんですけれどもそれがあの3月にですねその習近平主席があの国家の安全を守る能力を増強するというあのその安全を第一にやっていくんだというですね3期目の宣言をしてから急速に力を伸ばしていてそれで ついに WeChat にです、ね、公式アカウントを立ち上げたりとにかくその人を見たら泥棒と思えじゃないですけどです、ね、スパイの摘発とかをもう始めたりそれから全国民に対してスパイ教育をやっていくとかです、ね、あのでその反スパイ法を改正してしまったわけですね、7月に、うん、そういうような動きの中でついにその安全省がです、ね、そのこれまでそのアンタッチャブルだったら外交部だとかあの軍とかです、ね、そういうところにも手を突っ込み始めてるといる可能性があるんじゃないかと思うんですね。ここはあれですか 習近平氏の思い通りに動くような場所っいうか、そうですね。あ,すあのその、そうですそうです。あの FCSB みたいな、そうです。去年の秋にですね、あのトップに陳一新というあの浙江省時代の一番の副総をあの部長大臣に送り込んでですね、うん、今も習近平の機関だと思いますね。うん、ここまでちゃんとあの監視する機関があるのであれば、うん、習近平氏が 1>, 1日や2日留守にしても問題ないんじゃないかと思ったりしますけどそれができないというのはどういうういことなんでしょうか <laughs>、うん、だからあの3期目になって習近平一人体制になったわけですねそうするともう,習近もう超縦割り社会になったわけですよ、うん、外交部はもう習近平だけ安全部も習近平だけ軍も習近平みんなが習近平だけになっているので横同士が本当にこう関係悪くなっていると思うんですね。うん、でその固くて脆いよううなこう システムはできてしまってるんだと思いますね。中国なんか経済もちょっと苦境というかね、そういうバブルが崩壊しつつあるし。まあ、アメリカとの関係とか、それから日本との関係もちょっとよくしたいのかなと思うけど。個別のね、縦割りなのかな、んか知りませんけど、処理数もそうですし、いろんな出てますね。で、ちょっと、中辺さんに、アメリカのことをお伺いしたいんですけど。アメリカもですね、バイデンさんは、まあ、来年一応大統領選出るつもりですよね。あの、まあ、事実上、あの、来年から始まるそうです。あの。 中国との関係をよくしたいんじゃないんですか。でもそのに今出てます。はい、なんか発言結構厳しかったり。はい。そうですね。あのー、アメリカ全体の。雰囲気としては。うん、バイデン氏が言ってるようなこと。の方が多く語られています。ですから。国会これの方が連邦議会では強な。そうです。連邦議会では。ことが多い。 こちらの方がどちらかというと本音かなという感じが私はしています、本当にアメリカで共和党も民主党も会う人会う人本当に厳しいことを言うようになってきているんですねただ、行政府あのバイデン氏としてはでもそれは国民には受けるかもしれないけれどもやはり国家を預かるものとしては中国とのリスクをどんどん低減していく必要があるということを十分11月の APEC での米中首脳会談はやらないとですね、うん なかなかもう大統領選も実上始まる感じだと、厳しいわけですよ、ねはいうん。ますます政策的にも厳しくなっていってしまう。ましてもどっちにボールがあるのかもあれだし、なんかこうね、か <laughs> み合ってないのは間違いないんでしょうけどね。そうですね実現するんですかね、近藤さん。うん、まあ、あの、やっぱり内政、外交は内政の延長ですから、内政が。